ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。僕も行っていいかな？渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力は元より幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。これまでの貢献感謝いたします。稲妻の未来のために。音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの市長整合ぐらいだ。どうだ、びっくりしただろう。実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかタタラスナでまた会うとはな。だがどこにいようとあんたが私の仲間だってことには変わりない。何か助けが必要なら私に頼れ。あんたの力になってやる。来る途中にお主の懸賞令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていたでござるよ。雷電将軍に会ったのでござるか？彼女は以前と同じように威圧感に満ちていたであろう。無双の人たち、こうも及ばぬものか。いつの日か拙者たちもあの威圧感に相対することができるやもしれぬ。これも拙者が稲妻へと帰る目的でござるよ。さすが三五宮様。それにこんなところで和葉にまた会えるなんて。以前一緒に戦ったのはもうだいぶ昔のことになるな。当時和葉の友人が御前試合に負け雷電将軍に斬られた。和葉が彼の神の目を持って逃亡してる時、抵抗軍にも来たことがあるんだ。もうあれからそんなに経つんだな。